こんちは。やばい歴史、宦官の暴虐を小学生にも分かるように説明する試みです。それでは早速見ていきましょう。時代は今からおよそ500年前、場所は中国です。画面の前の男性諸君もしかり、我々男性は生まれながらにして神様から珍しい宝物をいただきました。中国には2000年以上にわたって、この珍しい宝物を直近した男性を国で一番偉い人である皇帝の下で働かせるという文化がありました。この皇帝の下で働く直近された男性を、宦官と言います。直近してしまうと、もうその人は物理的に宮廷の女中に対していたずらできなくなるので、皇帝の家系を存続させる上でそれがとても好都合なこともあり、宦官は2000年以上にわたり使われました。そして当時中国には明の国がありました。この頃の中国は国家の最高権力者である皇帝が国の政治のあらゆる権力を持っているんですが、当時明の国は素晴らしい皇帝が政治を行ってたおかげで素晴らしく平和でした。そんな明の国に、リュウキンがいました。リュウキンは普通の一般庶民だったんですが、こう言いました。宦官になるぞ。こうして自ら宦官に志願して、宦官のお師匠さんに直近してもらいました。視聴者の皆さんはくれぐれも自分のを持って公務員試験を受けに行くようなことはしないでほしいところですが、とりあえずこうしてリュウキンは晴れて宦官デビューしました。そんな中、明の国の素晴らしい皇帝は死んでしまいました。すると明の国の新しい皇帝として、聖徳帝が現れました。聖徳帝は14歳くらいで皇帝になったんですが、幼い頃からリュウキンと楽しい遊びを一緒にたくさんして思い出いっぱい作ったりして可愛がられていたので、聖徳帝はリュウキンをすごい信頼していました。そしてリュウキンは聖徳帝に楽しい娯楽をたくさん与え続け、宮中に疑似商店街を作ってお店屋さんごっこをしたり、巨大ハーレム施設を作ったりして、聖徳帝は毎日ひたすら娯楽にふけりながらリュウキンとの信頼を深めつつ楽しい日々を送りました。とはいえ、幼い頃から楽しい遊びしか知らず、アホに育ってしまったので、聖徳帝は政治に対して全然興味がありませんでした。となれば国の政治は劉金に任せることとなり、これにより国家のあらゆる権力は実質全て劉金のものとなりました。こうして圧倒的権力をゲットした劉金はこう言いました。政府の金をたくさん俺のものにするぞ。こうして劉金は、民衆に重税をかけまくったり、自分に賄賂をくれなかった役人に嫌がらせをしたりし、国家の資金をどんどん自分のものにし、現在の価値にするとおそらく何百兆円になるであろう莫大な富を自分のものとすることとなりました。しかしこの劉金を見ていた政府に仕える者の多くがこう言いました。劉金が調子に乗りすぎてるぞ。懲らしめなければならん。これはさすがにヤバそうな感じですが、しかし劉金はこう言いました。聖徳帝ちゃん、俺をいじめる悪い奴がいるんだよ。すると聖徳帝はこう言いました。それはいけねえな。こうして劉金に反対する者たちはどんどん逮捕され、ボコボコに拷問されたりして多くが処刑されました。この一連の件によって明の国における劉金の権力は圧倒的なものとなり、誰も劉金に逆らえない感じになりました。しかしそんなことをやってるせいで民衆の生活が厳しくなったので、民衆の反乱が起きたり、劉金を倒そうと皇族の者が反乱を起こしたりして、いよいよ一人の悪徳宦官のせいで国全体がおかしな状況になってきました。しかしそれらの反乱も鎮圧して、もはや中国において無敵の状態となった劉金はこう言いました。聖徳帝を倒して俺が皇帝になってやる。基本的に中国の皇帝は皇帝の息子が次期皇帝になる方式なので、宦官の劉金が皇帝になった後どうやって次期皇帝を決めるつもりだったのかは謎ですが、ただ何にせよこれをやられると明の国が滅亡するので、これは究極のタブーなんですが、しかし幸か不幸か劉金のこの企みは事前にバレてしまいました。その結果劉金は捕らえられ、領地刑という検索してはいけない刑に処されて死にました。とまあこれにより悪徳宦官リュウキンの天下は無事終わり、宦官の暴虐はここまでなんですが、しかし残念ながらアホ皇帝の聖徳帝は未だ健在でした。その後聖徳帝はこう言いました。軍事遠征してみてえな。宮中で軍隊ごっこはたくさんしてたんですが、それだけでは飽き足らず、皇帝自ら北の辺境地域に遠征しました。そして聖徳帝はこう言いました。美女を拉致するぞ。そして現地の美女を拉致しまくりました。しかしこんなふざけた軍隊ごっこでも、その軍事費用は民衆に課されるので、明の国はこれにより無駄にダメージを受けました。その後、また皇族の人が国家転覆の反乱を起こしました。しかしこの反乱は、見事に優秀な将軍によって鎮圧されました。しかしそれを聞いた聖徳帝はこう言いました。俺自身の手で反乱を鎮圧しに行くぞ。
まあ意味不明なんですが、聖徳帝自ら軍を率いて、もうすでに終わった反乱を鎮圧しに行きました。そしてすでに捕まっている反乱を起こした人を一旦外に出して、また自分の手で捕らえるという謎の手順を行いました。しかしこの無意味なパフォーマンスでももちろん軍事費用は発生するので、明の国はどんどん無駄にダメージを受けました。その後、聖徳帝は湖でボートに乗って遊んでたところ、湖に転落して溺れ、そのせいで病気になってしまいました。そして病気に侵されて床に伏した聖徳帝はこう言いました。私は今まで好き放題しすぎました。私自身に罪を下す皇帝の命を与えます。中国において皇帝の命、つまり勅命は、究極的に権威ある最強の命令だったんですが、自分自身に罪を与える勅命を自分自身に下して、聖徳帝はそのまま29歳の若さで死にました。ラストが鬼のようにシュールでしたが、しかし素晴らしい繁栄を遂げていた明の国は、こうして内側から大きな打撃を受け、おおよそこの時期から滅亡への道を歩むこととなります。以上、小学生でもわかるヤバい歴史、宦官の暴虐でした。それと他にも小学生でもわかるシリーズの動画がたくさんあるので、よかったらたくさん見てみてください。それではさようなら。